法律ゼロでも解ける、田中の予備過去問分析、こんにちは、レック専任講師で弁護士の田中です。今日は法律ゼロでも解ける、予備過去問分析ということで、初学者の人ですね、全く法律やったことない人でも、まあ、予備試験の問題っていうのを実際今日体感してもらおうと、いうことで、この、分析というのを進めていきます。当然まあ、大体これから予備試験の勉強もしくは司法試験の勉強を始めていくって場合、大体なんか、こういうふうな勉強法がいいんだとか、もしくは、こういうふうに復習をしていきましょうとか、まあ、そういうふうな形の大体ガイダンスっていうのは多いと思います。で、実際自分もそういうガイダンスやる機会も結構あるって、で実際 やりながらもやっぱりいろんなところで聞くわけですよね。で、あとはもう私がそれ話する機会っていうのは比較的実は多くあって、まあ今回あえてそれをやるよりももっと振り切って、実際もう全く予備試験の問題、法律全く知らない人でも実際予備試験の問題を見てみて、どういうもんなんだと。で、まあ法律ゼロだとしてもこれから説明してちょっと講義をします。で、講義をしながら、これこういう知識を持っていれば実際できるんだと、例えば30分40分聞いてたらなんとかなんか食らいつける、そういうふうなレベルの試験なんだというのを今日は体感してもらうと。当然勉強量は多いわけだから、これから解説することっていうのはもう必要な最短距離というか、もう直進のような解説をするわけですが、ただその難易度を体感するということを、ちょっとしてみようかなというふうに考えてます。どうしてもその勉強法っていう発想になってしまうと、初めてね、まだ勉強してない人からすると抽象的でね、あまり、かえって面白くないかなっていうのもあったので、実際にもう問題解いてみましょうというふうに考えてます。では実際予備試験、論文の過去問どんなのが出てるかというと、ちょっと見せますね。まあ、民法、ちょっとやってみます。まあこういう感じなんですよ。次の文章を読んで説問に答えなさいと書いてあって、まだ全然読まなくていいですからね、まあ、事実がバーッと書いてあります。事実がバーッと書いてあって説問1みたいなね、C は A に対し、所有権に基づき抹消登記手続きを請求することができるか、何のこっちゃみたいなね、まあ、こんな風な、ものです。で、なんでこれ見せたかというと、予備試験というのはどういうものかというと、基本的に事例問題です。具体的に登場人物が出てきて、まあ、読まなくていいですからね、まだね、登場人物が出てきていろんな事実関係が出てきました。で、それの事実関係をもとに、ある人、今回だったら C さんが A に対して なんかの手続きだね、これね、これを請求できますかみたいなのを、自分なりに、法律もしくは、判例などのその適切な道具を使って、検討していくと、解決していくというのが求められていると。これが大体予備試験というものの、まあ、一応民事系の民法というのを連取るとこういうものですね。はい。で、実際これがどのぐらいのレベルなのかということで、ちょっと実際この問題使うために必要な知識を、まあ、実際これから解説します。うん。で、6法ある人は6法ちょっと、手元にあるといいかもしれないですね。6法がある人は手元にあるといいかもしれません。実はこの問題解くために必要なのは、まあ、6法を見ると、94条、なんですね。で、実はこの私のなんかスターターキットの人は実は私の模擬講義が、虚偽表示、94条2項の話がメインだったので、実はそれと密接に関係するものです。なのでちょっとそれも、頭の中に入っている人は、少し理解が進むかなと思うんですが、まあ、分かんない人は全然今日初めて、法律触る人は今日これを見ながら一緒に理解していきましょう。うん。で、ちょっと法律の条文ちょっとなるべく出してみてください。携帯とかでね、見ることもできますので。はい。じゃあ、94条ではどういうことが書かれているかというのを簡単に説明します。これ相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とすると、すごいざっくりいきますからね、要はね、もう過去問を解くためのもうね、最低限のことあります。相手方と通じてした虚偽の意思表示って、要は相手方と通じてしたってことは、なんか2人の人がいて A さん B さんがいて、で、この人が、虚偽の意思表示をします。で、これどういうことかって具体例で考えようか。具体例で考えると、要は A さんと B さんで、例えばね、A さんの土地を売るつもりもないのに、売ったことにしちゃいましょうと。うん。要するにお互いに通報してね、通報して、嘘の意思表示をしたと。つまり、売ったことにしちゃおうぜと。本当は A のものよ、これね。売ったものにしました。これは
無効ですという規定です。考えたら当たり前ですよね。 A さん B さんで嘘のこと言ってんだから、これは別に無効にするのが当たり前だろうということですね。じゃあこの後2項を見てみましょうか。はい、これ無効について例外があるんですね。前項の規定による意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができないと書いてます。実はね、私の民法の模擬講義でこの善意第三者対抗とは何かっていうことを結構細かく説明してるんだけど、今回は、早速ですが結論を示しながら、どういう状況かを説明します。はい、善意っていうのは法律用語では知ってるか知らないかを表すわけですね。つまりいい人か悪い人かではなくて知らないという意味ですね。で、第三者というのは、本当は細かいんだけれども、この A さん B さん以外の第三者だから、まあ、C さんとしましょう。で、この人が善意だとします。つまり知らなかったと。何を知らないかといえばこれだね、 A さん B さんグルダンベっていうね、このグルであることを C がもし知らなかったら、はい、対抗することができないと書いてあります。この場合対抗という言葉は失礼しました、効果であったりとか権利を主張することができないという意味で使われます。うん、する、こういうふうに言われています。つまり、この94条2項を持っている人はね、一緒に見ながら、ざっくりどういうことを言ってるかというと、この通謀虚偽表示が無効なんですね。この通謀虚偽表示の無効というのは、この事実を知らなかった第三者には主張できないということです。つまり無効主張できないということはどういうことかというと、例えば A さん B さんで虚偽表示してます。で、これを B さんがわしょいと売ってしまいましたと。売ってしまった場合、C さんは権利を、失礼しました、 C さんは要するに善意の第三者なので、この無効が主張できなくなるわけです。じゃあ無効じゃないってことは A さんから C さんへと権利が守られると。つまり94条2項というのは無効の場合の例外を表しているというふうにざっくり考えてもらえればいいと思います。で、これなんでかっていうと結構理解すると単純でね、この94条2項というのは法律上ね、権利外観法律と言われてます。どういうことかというと、この状況を考えてね、具体的なイメージね、 C さんまあ守る必要があるだろうというのはあると思うんだけど、少なくとも虚偽の外観があると。つまり通謀して B さんが所有者であるような偽物の外観があってね、でそれを A は、難しい言葉です、奇跡性という、要するに悪いやっちゃってことです。A はこれに責任あるよね。ということは A さん、このね、 A は保護する必要性少ないわけです。でその一方で外観を信頼した第三者が出てきました。つまりこの C さんはこの状況を信じて来たわけでしょ。こいつは守る必要があるよね。じゃあこの利益考慮を考えた時に結論としてどうなんなきゃいけないかって言ったら、当然取引安全っていう観点もあるよね。だってこれね、これが例えばさ、 C さんが土地手に入れられないんだったらさ、怖くて取引できないでしょ。ということはこの虚偽の外観、本人の奇跡性、第三者が信頼したという状況があれば、取引安全上の観点から第三者を保護しましょうという、まあ、こういう考え方が権利外観法理と言われています。で、ここまで大丈夫かな。初めて法律勉強する人向けなので、ちょっと一回聞いたことがあったりするとね、なんか知ってるみたいにしてみるかもしれないけれども、こういうふうに94条2項というのは、そういう虚偽の外観、本人の奇跡性、それから、信頼した第三者があれば信頼した第三者を保護しましょうという趣旨で作られています。で、実はこれってちょっと脱線するんですが、いろんな法律もしくは、条文で実は同じような規定があるんですね。で、今日実際使うので1個紹介します。ちょっと民法を持っている人は、民法というか6法を持っている人は110条を見てください。110条ではこういうことが書いてあるんですね。これ実はちょっと前条本文の規定だから、ちょっと109条見なきゃいけないんですが、今日はかいつまんで私説明しちゃうから、代理人がその権限外の行為をした場合において、
読むね、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて順用するという条文なんだけれども、これどういう条文かというとね、代理人がその権限外の行為をしたということは、ちょっと図書いて想像してみましょう。はい、A さんがいます、はい、B さんいます。この人代理人だとします。で、 A の代理人、これ本人だな、本人っていうのは要するに代理人に依頼する依頼者だ。で、この A さんが B さんに代理人お願いしますと、代わりに代理やってなんかやってくださいと頼んだと。そしたら何やったかというと、110条こう書いてあるね、権限外の行為をしちゃったと、うん、この頼まれたこと以上のことやっちゃったと。具体例ちょっと一個紹介すると、例えば A さんはアパート持ってると、うん、で、まあ、土地でもいいかな、これさ貸したいんだよね、うん、誰かに貸したいんだけど知り合いいないから、例えば土地をさ、賃貸こうかな、賃貸するよとお願いしますと、賃貸したいので土地を貸す、借りる相手を探してくれと B さん頼んだと。そしたら B さん何やっちゃったかっていうと、代理人だからは知らんがなっつってね、売っちゃうわけですね。実際に売却してしまいました。こういう状況です。はい、これが、110条で書かれている状況ですね。つまり、代理人が権限外の行為をした場合ですね、これがこの、110条が想定している場合なんですね。じゃあこの時この状況を見てちょっと考えてほしいんですね。もう一回戻ります。さあこの状況って結論からするとこれ C を守る必要ありそうだよねと、うん、なぜかというとこの権利外観法理ほとんどそのものズバリでしょ。つまり虚偽の外観ってさっきみたいなものとは違うけど、言ってみれば B さんが代理人であるかのような外観があるんだよね、うん、要するに、まあ、賃貸しか例えばねなかったとしても B は代理人っていう立場で動くわけです。虚偽の外観がある。で本人、これ奇跡性ちょっとあるんだよね、うん、どこに奇跡性があるかというと、こんなやつはこういうなんかね勝手なことやるやつ選んじゃったんでしょ、うん、つまり代理人を選んだことに対して責任があるんですよ。で実際買った C は、あ、この人代理人なんだと思って信じて買ったわけでしょ。とすると結果的にどういうことになるかというと、さっきの条件って実はさっきの3つね、虚偽の外観、つまり代理人であるかのような外観があって、そして本人には奇跡性があって、そしてそれを信じて第三者入ってきた。そしたら C 守んなきゃいけないでしょってことになる。つまり C は保護されるべきだよねという、これが110条の考え方です。だから権利外観法理って実はこれだけじゃなくてたくさんあるんだけれども、この94条と110条、今日ちょっとせっかくだからね、初めて勉強する人もちょっと頭の片隅入れとくといいと思います。はい、じゃあ保護されるけれども、さっきの110条もうちょっと読むとこう書いてあります。場合は第三者、つまり C が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて順用すると書いてあります。つまり信じたわけだから善意なのはいいよね。ただし今回こんなことも言ってるね。正当な理由があった場合に順用しますと言われてます。でこれ順用するって書いてあるけど、結局要するにイメージとしてはこの外観通りの要するに C が保護されるでいいです。今回はなぜかというと前条の規定を見ないと出てこないので、私の方でかいつまんで言っちゃうと、要するに善意で正当な理由があれば C が保護されますと、うん、つまり権利取得しますよっていう条文です。でじゃあ今回何が違うかというと、正当な理由っていうのがつくんですね。これ法律用語だとね、正当な理由って言うけど、一般的に無過失なんていうふうな言葉聞いたことありますかね。信じたけどうっかりじゃなくて過失がなかったということですね。そこまで110条を求めています。はい、じゃあなんでさっきの、これもまあ権利外観法理の表れではあるんですが、じゃあなぜね、94条さっき2項法文持ってる人はもう一回見てください。94条2項では善意なら救われたよね。でも110条は善意だけじゃ足りないんだよね。善意だけじゃ足りなくて何が必要かというと、善意と無過失が必要になっていると。つまり C が保護されるためのハードルが110条上がってます。なぜ上がってるのかというと、94条2項の場合と110条の場合ですね、何が違うかなんですよ。これ実は一番違うのは、まあ、いつも私 A って書くんだけど、本人の奇跡性なんだよ。
つまり94条ってどういう状況かって言ったら、お互いになんか通報してね、あの示し目みたいな感じで示し合わせるわけですよね。で示し合わせて虚偽の外観作ったってことは奇跡性大きいよね。簡単に言えば悪いやっちゃなんですよ A は。でも110条の場合どうだったかっていうことだね。110条の状況を考えてね、あの A は何が悪かったっていうと、しめしめって示し合わせただけじゃなくて、あくまでもこんな B みたいなやつを選んじゃったっていうことが悪いんでしょ。つまりこの悪さとこの悪さ全然次元が違うわけ。ということは110条で求められている本人の奇跡あで想定されている本人の奇跡性って小さいわけですよ。でしかも奇跡性が小さい上に、これ外観を作った、つまり虚偽の外観を作ったっていう点でも、どうですかね。94条の場合、こっちにフイーンと見ますね。94条の場合だったら、自分で作ってるよね。もう自分で作って、しかももうそのままだよね。じゃあこっちどうですかと。本人はあくまでも土地を貸すっていう外観しか作ってないでしょ。代理としてね、 B の代理人としては土地を貸すまでしか作ってなくて、 B が勝手に売るっていう外観作ってるでしょ。つまり虚偽の外観を作る関与、虚偽の外観を作ってる関与は94条2項はめっちゃ大きいんです。で110条については小さいんですよね。もっと言うとこっちは対応してんだよね。自分で思った通りの外観作ってる、まあ要するにこれ本人ね、悪いやっちゃなんですよ本人が。で110条はどうかって言ったら、これ要するに選んだっていうことが悪いってだけじゃなくて、そもそも虚偽の概要と非対応だよね。であればこれバランス感覚です。つまり第三者を保護すべきかってなると、94条では本人が悪いやつなんだから C を保護する必要性は高いわけだ。つまり必要性が大きい。でそれに対して110条の場合だと、まあ本人がそこまで悪くないわけです。まあ実際悪いんだろうけどさ、そこまで悪くないわけだから、その分本人を守る C を守る必要性は相対的に低くなるってわかるかな。とすると結論どうするかっていうと、要するに保護しなきゃいけないんだったらこれ善意で許してやろうぜと、善意で許してやろうぜと。でそれに対して、110条の場合だったら奇跡性が小さいわけだから、要するに C もかわいそうだけど A もかわいそうだよねってノリだよね。A もかわいそうなんだから C を守るためには C も善意だけじゃダメで、無過失まで必要にしないとこれ、あの C が、あ、ごめん、 A がかわいそうだよねっていう発想です。これが94条と110条での違いということなんですね。はい、少しあの脱線というか、まだ全然予備試験じゃないじゃんって話だけれども、あのここまでまず理解できましたかね。あの94条2項というのはどういうふうな規定 で似たようなのが110条というのがあって、でどっちも権利外観法理なんだけれども、奇跡性が大きいところだね。A の奇跡性が大きいか小さいかで保護されるための条件が変わってくる。つまり悪いやつだったら C をたくさん、要するに善意でも善意で保護しちゃおうと。で、まあそこまで奇跡性ないような A であれば C を保護するためには善意だけじゃなくて無過失まで要求しましょうと。このバランス感覚でこの不当率はできているわけです。はい、ここまでいいですか。はい、で実際じゃあこの予備試験の問題を解くために必要なもう一つの要素を、説明します。この94条2項というのは、もう一回94条2項を思い出してください。あの虚偽の外観作ってなんか通報虚偽表示の無効みたいな話ですが、実はこれっていうのはあのこういう場合ってどうでしょう。 A が例えば建物を作りました。 A が建物を作りました。はい、 B がいます。 B が A が勝手に B 名義にしたと。これよくあるんだよ税金対策で。A が建物を作ってるから A 所有権あるんだけど、 A が建物持ってんだけど、土地でもいいけどね、なんだけど税金高いからって勝手に B のところに登記を移しちゃったと。だから B はこれ知らないと。
ただこの場合 B が「おお俺んとこにこれ土地登記あるじゃん」っつって C に勝手に売っちゃいましたと。こういう場合どうでしょうか。94条2項の適用はできるかというと、実はこれ適用できる場面じゃないんだよね。なぜかというと理由は2つあって、まず通報ないです。さっき通報しないとダメだよねって話したけれども、今回は94条でいう通報がないし、あとこれさ登記って言ってるけど、登記って聞いたことあるかしら。あの法務局行ってあの書類出せば作ってくれるんだよね。つまり登記って意思表示ではないんだよね。つまりこれっていうのは94条の通報してなんだっけ、ちゃんと読むね、通報し相手方と通じでした虚偽の意思表示ではない。だけどこれ似てるよね、さっきの状況とね。あの C 守んなきゃダメでしょ。なぜかと言ったらこれ虚偽の外観があって、これ A 勝手にやってるから A 悪いよね、奇跡性あるよね。で C はこれ保護の必要性あるよね、信じたんだから。ということは94条2項というのの直接的に適用できなくても、これの趣旨が当てはまってるよね、今言ったね、趣旨が当てはまってるじゃんと。であれば趣旨が当てはまってれば、これは94条の2項を直接できなくても、これは覚えてください、あの法律勉強でめちゃくちゃ使います、類推適用っていうんです。つまり直接は無理だけど、あの直接は無理だけど趣旨を考えればこれに当てはめてもいいんじゃないかという考え方、これが類推適用ってやつです。だから類推適用した結果どうなるかというと、 C は善意なら OK です。はい、でここからちょっと頭の体操的なことやります。じゃあどこまでいけるか、ちょっと限界にちょっと挑んでみるっていう感じになりますが、じゃあこうならどう、ちょっと 例書くね。まず A がいて B がいました。B がやっぱり勝手に、これ実はここで話しているもの全部実際の裁判で事件になって、裁判例判例として出ているものなので、まあ、事案ちょっと頭に入れとくと今後勉強で役に立つかもしれない。勝手に土地を登記しちゃったと。これ実はやっぱり同じで、あの所有権 A なんだよ、所有権 A なんだけど、あの B がね勝手に登記を自分のものにしちゃったと。で A はこれを知りながら放置してどうしようか、勝手にやっちゃったってだけじゃなくて、あこれやられとるかなと思ったら、もう10年とか20年とかずっと放置して虚偽の外観放置しました。はい、そのうち B が C に売ってしまいました。これもなんか類推できそうだよね。つまりやっぱり通報はないけど、これ A の奇跡性はありそうな感じはしますよね。要するに登記があって売っちゃった、知りながら放置しましたということは、やっぱりこれも同じように94条2項で保護されますと。ちょっと限界に挑むためにちょっともうちょっと微妙な事例いこうか。つまりこの知りながら放置してるってことが奇跡性を基礎づけてるわけだね。じゃああと一つ二つだけちょっとね見ます。じゃあ今度こんなのがあったとします。はい、 A がいます。はい、 A がやっぱり勝手ににしましょうかね。ああいいか、これ A はじゃあこれ B と通報しています。 A と B すみませんね、通報しています。何をしたかというと、これやっぱり所有権は A ね、全部虚偽表示をしているので、A のものなんだけども、なんか土地で本当によくあんな税金対策みたいなもんなんで、頭の中でそういう状況を想像して、 A がもう税金対策でちょっと B のものに名義だけ変えといてみたいな、そんな感じだね。でそしたら B のただこれを本登記ではなくて仮登記にしてたとします。で仮登記というのは何かというと、本登記の前の段階だと思ってください。実際に本登記する前にする登記ぐらいのイメージで今日はいいです。登記の予約みたいなイメージね。要するに本登記すると金かかるんだよ結構。なので、A さんと B さんで、通報してここに登記を仮登記を置きました。はい、ここまではなんか通報してますよね、通報あり。そしたら今度何やったかというと、B が勝手に本登記にしちゃった。これ B がよってなされます。これ A は知らずです。まさか本登記にされてるとは思わなかった、で本登記にして、本登記にするとこれ所有権が要するに書かれちゃうんで C に売られちゃいました。
さあこれどうでしょうか、これどうでしょうかと、なんとなくやっぱり同じだよね。虚偽の外観があって、虚偽の外観があって、失礼、虚偽の外観があって、A はやっぱ悪くて、 A が悪くて、そして C がやっぱ信じて入ってきたとなれば、やっぱり権利外観法理なんだろうなというところは分かると思います。たださっきの2つの事例とこの事例どこが違うか分かります？実際あの裁判になっている事例、裁判で結論が出ている事例だけど、今までの2つの事例というのは何かというと、あくまでも所有権を移して売っちゃったっていう、まあいわゆるあれだよね、あのそのまま売っちゃってるケースなんだけど、こっちはこっちは A はあくまでもここまでだよね。確かに A も悪いけどさ、 A も悪いけど仮登記までしかやってなくて、実際に本登記にされることはこの人考えてないんだよね。で売られちゃったと。とするとさっき言ったけど94条2項っていう発想もあるけれども、実は最初にやったけどこれさ、むしろこっちに似てるんじゃない？戻りますね。こっちに似てない？まあ悪さの程度は違うけど、本人と代理人がいて、要するに賃貸借まではやってるけれども、それ権限超えちゃったと。つまりさっきちょろっと言ったけれども、94条と110条の違いってどこかというと、まあ本人の悪さもそうなんだけど、これでしょ？うん、要するに自分で思い通りに作ったか、それとも非対応だったかっていうので本人の悪さがちょっと下がってるってのあれあったでしょ。で実はこの本登記に変えたってのも、まあ実際そういうところないかなと。でつまり本人の奇跡性はすごく少ない、つまり本人の意思は仮登記なんだけど、実際の外観として何作られたかというと本登記にしちゃったと。つまり意思と、この本人の意思と外観が一致してないという状況が起こっているということなんですね。であればこれって A は確かに悪いけれども、やっぱりこれっていうのは本人の奇跡性は、失礼、110年本人の奇跡性って今までのに比べればちょっと小さいんじゃないかと、うん、まさにここも決め手だよね。実際本登記にすることまで A は許してないわけだから、どちらかというと権限外じゃないかということになる。すると194条2項110条、これ実は裁判例では両方の法位に照らしなんて言われてるんだけど、110条も加味してます。とすると結論何が変わるかというと、第三者守るためには善意だけでは足りないと、プラス無過失まで要求されていると、まあこういうことですね。つまり今回の場合 C を保護するためには、善意無過失じゃなきゃいけないんじゃないかということ。じゃあもう一丁最後です。もっと遠くなるからね。はい、A さんと B さんがいます、A さんと B さんがいます、これはね今後で勉強するときに重要なものなので、平成18年、2月23日の、最高裁判例の事案なんだけれども、すごいざっくり言いますね、はい、A さんがいて B さんがいます、実はこれ、ね、B さんが悪いやつなんだよ。実は悪いやつでいろいろ嘘言うんだね。いろいろ嘘言って印鑑証明ってわかるかな、登記するために必要な印鑑証明とか、あともしくは登記済証とか、 A さんが持っているありとあらゆる書類嘘言ってどんどん手に入れちゃうんだよね。で A は言われるがままにしてたと、うん、つまり A は言われるがままにありとあらゆる、登記済証とか、まあちょっと字汚い人ごめんなさい、印鑑登録証明書などなどなど、これもうなんとなくわかるよね。普通に手放しちゃいけないもんだよね。普通に金庫の中に入れとかないと悪用されちゃうようなものを B に言われるまま全部渡しちゃったと。で全部渡してこういうやつに渡せば何が起こるかってもう明らかで、 A の土地が勝手に B に移っちゃうわけです。B がそういう悪事働けばね、簡単できちゃいますよね。で実際に勝手に B は言われるがままにしてた登記をやっちゃいましたと。うん、で何するかって言ったら、もうこれお決まりのパターンだよね。もう詐欺みたいな、詐欺というかね、詐欺みたいなもんなんだけど、もうひたすらもう言われるがままに預けてたら勝手に A の土地を登記移して、もう相変わらずで C に売っちゃいましたと。はい、 C どうしましょうっていう問題ですね。はい、じゃあこの場合どうなるかということなんだけれど、今までの流れから考えてみましょう。おそらく94条なのか110条なのかみたいな話になりますが、要はね、
やっぱりこれ権利外観法律っぽいのは分かるよね。 C はやっぱり守るべきだよね。虚偽の外観があって、でその虚偽の外観に対して A はこれ悪いよね、勝手に B に渡してんだから、で C に売っちゃってると、こういう状態になってれば権利外観法理で C を保護する必要性はあります。じゃあどこが今回ポイントに、あ、ごめんなさい、どこがポイントになってくるかというと、さっきも言ったけれども、あくまでも A がどれだけ悪いかですよね。A がどれだけ悪いかで、C の、保護される度合い、つまり無過失まで C に求めるかが決まる。でその一つのメルクマール、基準としては意思と対応してるかだよね、うん、要するに自分の意思通りの虚偽の外観作ってればそれは相当奇跡性高い。ただ110条みたいに途中までなったり、もしくは自分の思っているよりも、この例えば今回で言う B だよね、 B が自分の意思とは全く違うものを勝手に作って売っちゃったみたいな権限外のことをされちゃうイメージになった場合、110条になって、A さんは奇跡性は低いと、まあむしろその場合 B が悪いんだわね、 A の奇跡性はやっぱり低くなるから C を守るためには無過失まで必要にしましょう。110条の、考え方も必要になると。じゃあその一つの基準は外形の一致かどうかなんだよね。さっきやりました、本人仮登記だけど外観本登記しちゃったっていう、これ一致してないっていうのは権限外のことされちゃったっていうことです。はい、今回どうでしょう、うん、今回は A はそもそも売るつもりなしだよね。そもそも何も意図してないよね、うん、もう売るつもりもなければさっきの問題みたいに仮登記のつもりもない。で B で、じゃあ A じゃない、これ本人ね。でどんな外観作られちゃったかっていうと、はい、本登記されちゃったと。となるとやっぱりこれも権限乱用型になる、あ、失礼しました、権限外の行為をされちゃったと。 A としての A の意図としてはこんなことされるなんて夢にも思わなかったわけだとすると、やっぱり奇跡性としては A の奇跡性は自分で補登記を通報するようなレベルよりは全然低くなる。なので実際、平成18年2月23日の裁判例ではどうなったかというと、やっぱり94条2項と110条を類推して C は善意無過失なら救われるというふうに考え、結論付けています。はい、ここまで大丈夫ですかね。ちょっと駆け足でしたが、今回予備試験の問題の1問目を解くために必要なテーマはここまでです。つまり94条2項と110条というのがどういうものか、であとは94条2項で、善意だけ、110条なら無過失までいる、その根拠はなぜか、そしてその94条の類推と110条の類推になる、そのちょうど境目になるのはどこか、そのあたりのところをしっかり理解してもらえると、実際この体験というかね、体感という意味ではできちゃうんじゃないかなと思ってます。じゃあちょっと、ここから、少しの時間ですが、実際予備試験の問題見てみましょう。はい、で予備試験の問題は、実際こう書いてあるんですが、お手元に、ある人はね、ダウンロードとかして見てもらった方がいいかもしれない。じゃあ今回ちょっと実際読みながらやってみましょう。はい、A は長年の友人である B から、まあ、A が B って言ったね、これでいい相手、 B 所有の建物の所有を持ちかけられたということですね。どうやら A はなんか買ってって言われたんだろうね。で A は高建物を気に入り、平成23年、まあ、論文読むときは大体こういうのに線引いてね、平成23年7月14日 B との間で高建物を1000万円で購入する旨の契約を締結し、 B に対して、いくらだっけ、1000万円振り込んだのかな、払いました。つまりイメージとしては A が B と売買契約を結びました。で実際土地は B 所有の土地があります。はい、ここまでいいですね。で1000万円払いました、ちょっと本当はもっと細かく書くんだけど今日はこのぐらいにします。理解して体感してもらう意味なので。そしたら同日代金払いました。でこの時法律の知識に、乏しい A は何をしたかというと、高建物を管理するために必要だと言って、高 A が高建物の使用を開始するまでは高建物の登記名義を引き続き B が保有することを承諾した。うん、なんかちょっと早口だけど、自分がちょっと簡単に言いますね。要は売買契約で本当は B が A に土地を売ることになってるんだけれども、A は何て言ってたかというと、なんか管理のために必要だからさ、登記は B のままにしといてねなんてことを言ったわけですね。なんか B のなんかうさんくささがちょっと出てきた感じですなこれね、うん、はい、じゃあ第2項を見てみましょう。はい、B は何したかというと、
はい、B、やっぱり金ねえんだな、これね。自身が営む事業の、資金繰りに窮していたため、もう ここら辺もなんかやばそうですよね。 A に高建物を売却した当時から、はい、こういうことを考えたわけ。高建物の登記名義を自分の元に留め、折を見て高建物を他のものに売却して金銭を得ようと企てていたと、うん、要するに、売っちゃおうと思ってたんだよね、うん、で最もね、しかし、そのしばらくしたら23年9月だから、この買ってから2ヶ月後かな、23年9月に入って親戚から何かっていうと、不動産を買ったならば登記名義移してもらった方がいいっていう A は言われるわけ。まあ A もあの親戚にアドバイス受けるわけだね、うん、まあこんなんでいいのかなと思うけど、だから高建物の登記をくれと言ったわけです。そしたら B は何をしたかというと、法律に疎い A が自分を信じきっていることを利用して何らかの方法で A を欺こうと思ったと。ここまでいいかな。実際事実を分析していくと、結局 B のやろうとしていることは、結局登記を何とかして A の元に置いといて、あ、失礼しました、 A ここに置いといて他人に売っちゃいたいんだと。だけど A としては登記を移してほしいっていう、こういう状態だったわけです。はい。でそこで何したかというと、騙してやろうと思ったと。そこで何やったかというと、 B は実際には A から、ここちなみにちょっと今日、簡単に解説しますが、そこで B は実際には A からの借金は一切存在しないにもかかわらず、 A の B に対する300万円の架空の貸金債権、これ貸付日とか本当は後で必要になるんだけど、今回適当にやっちゃ、適当というかやっちゃいますね。つまり A の B に対する架空の貸金債権ってことは、 A が B に金貸したことにしたんですね。これあの B の企みね、 A が B に金を貸したことにしたと。つまりこういうことですね。 A が B に貸金をした、これ架空ですね、貸金債権をしました。そしたら、でこれちなみにあの今日私説明しますが、担保するためっていうのは、要するにお金を貸すときにはだいたい担保に取るんだよ、うん、で担保に取るときに、こういうことをしたわけ。 B が A にこう建物を譲渡する旨の譲渡担保設定契約書、これあの私あの分かりにくいのでこれ説明しますけれども、一応読んでみて、あの後で解説するからね。 B が A に高建物を譲渡する旨の譲渡担保契約書と、譲渡担保を登記原因とする高建物について所有権移転登記の登記申請書を作成した上で、平成23年9月21日 A を呼び出し、これらの書面を提示した、はい、これ B がやろうとしたことは少しあの法律的には上級的なことなので、簡単に私の方からこれはあの今回問題解く上で、あのちょっと難しいところなんで説明します。あの一般的に、あの一般的にお金を貸すときって、例えば銀行もイメージしましょう。あのただ単に貸してくれるわけじゃないんだよね。例えばお金を貸すときには担保が必要であると。でじゃあどうやって担保取るかっていうと、例えば聞いたことある人はいるかもしれないけど、抵当権とかね、あのそういったことで担保取るんですよ。だけどもう一つ今回出てきた譲渡担保っていうのがあるんです。でこれ何かというと、例えばイメージとしては金を貸してるわけですね。で借りた人が例えば建物持ってるとするよね。で借りた人が建物持ってたら、これ借金の方じゃないけど一回取り上げちゃうんですよ、貸してる側に。例えばイメージすると、まあ、銀行が例えば誰かに金貸して、でお金を貸した時に、お金を貸す代わりにこの土地ね、土地建物を銀行に一回譲渡担保で預けちゃうと、要するに移しちゃうと。でどうするかというと、借金返せればそれを元に戻すんです。買い戻すんだな。取り戻しっていうのかな、戻ってくる。だけど借金が返せなかったら型で取っちゃうと。それを譲渡担保っていうんですね、うん、ちょっと難しいと思うんですが、イメージとしてはそのイメージです。なので、ざっくりと、この図で書くとね、全く関係ないけど、A がいて、まあ、B としてこれ架空の貸金があるわけですね、うん、いくらだっけ、300万円貸金があって、でこの借金の方で、要はこれこっちが借り主でしょ、 B は借金したことになってるから、でだからじゃあ借金の方で A に譲渡担保として登記をこう移しちゃおうとしたわけです。そうすると A からしてみれば詳しいことよく分かってないんでしょ。とりあえず登記がこっちに来るのよ、うん、架空の貸金300万があって、で実際にお金を B が借りてるとされてる間は、借金の方で A が一旦所有権を持つと。これを譲渡担保って。だから理屈としては B がこれ実際架空だけどお金を返せば受け戻せるわけね、うん、お金を返せば受け戻せるというのがこれ譲渡担保です、うん、ちょっとそれ理解してみてください。なんとなく B の企て分かるかな、
要は A はとにかく陶器が欲しいんでしょ、ここはちょっとね、A はなんとか陶器が欲しいと、ここだね、建物陶器を求めてきたからなんとかごまかそうと思って、この B がやったごまかしがこれなわけです。要するに架空の貸金を B が借りてることにして借金の型として A に譲渡担保で与えるっていう、そういうことかな。そしてまあそうすると、なんか知んないけど書面出したわけです、そのための。そしたら A はまあそらそうだと思うんだけど、まあ陶器のこと何も知らんから書類の意味全く分かんなかったんで、どうするか言って、でもこれで大丈夫だよと、こう建物の陶器名義は万全であるという B の言葉を鵜呑みにしちゃったわけよ、しと。で実際ここキーになるんだけど、何にも確認しなかったんだねこいつね。何にも確認することなくその場で署名を押印しちゃったわけだよ。で同日所有権移転登記を行ったという状況です。今回実は時系列あまり大きな問題ではないんですが、とりあえずこっちのちょっと見ていくと、この登記を何をしたかというと、失礼、平成23年9月21日、譲渡担保として登記をつけました。でさっきも言ったけど、この譲渡担保というのは借金を返済すれば基本的に取り戻せるものだというふうに思ってください。つまり A は、そのことを知らないで、欺かれちゃったわけだね。さあじゃあこの後どうなったかというと、3番に行きますね。今日説問1できそうだね、時間的にね。この後平成23年12月13日だから、そこから3ヶ月後ぐらいだけど、 B は今度不動産会社に何したかというと、 C 建て、こう建物を500万円で売るんだっていう契約をしたわけですね。で同日 C から代金全額を受領するとともに、こう建物を C に引き渡しちゃいました。はい、状況を続けます。はい、この状況ですね今ね。最初は登記あったけど譲渡担保で A に登記がある、だけど、B は C に売ったわけですね。500万円で売却をしたと、土地をね売りました。で C なんでこれ買うかというと、理屈は簡単なんですよね。A にB の代わりに借金返してあげればね、ちょっとここは高度なところなので私が補足するけど、不動産会社の C からしてみれば、これ確か300万だよね、譲渡担保ね。つまり A に300万返せばこれ取り戻せるんだよね。だから登記は戻ってくるわけだよ。だから実際に C としてはこの A に登記があったとしてもね、 A に登記があったとしても300万円借金返せばね、 B の代わりに借金返せば自分の登記が戻ってくるっていう期待があるので、実際に買うことってのはあり得るわけです。で実際今回500万でしょ。なんで500万かってことなのね。だって最初って確か1行目であったけど1000万なんで、この土地の価格ってね。でそれは理由はシンプルで、その前にごめんなさい。でこの契約の時に当然 B はこういうふうな譲渡担保の話とか登記を全部示して C に提示して、ここだよね、こういうふうに言うわけだよ。こう建物には譲渡担保ついてて今 A の登記名義なんだけど、ちゃんと C が A に対しお金を返せば消滅させることができますよと、これを説明したわけですね。つまり、300万円支払ってあげれば A にね、登記取り戻せるんだなんていうことを、C に言ったわけです。だから安いんですよ値段。だから要は C からしてみれば500万円払うして A に300万円、ごめんなさい、500万円払って A に300万円払えば、まあ、800万円支出するんだけれども、800万円で手に入るから、この300万円加味したらこれちょっと安くなるわけだね。だから500万っていう価格で設定されてたみたいだね、これはね。はい、で実際この後でこのことを考慮して C は代金安く設定されました。はい、C は A が実際にはこう建物の譲渡担保権者じゃないことは知らなかったが、知らなかったことに過失があったと、まあ、こんなことが書いてあります。でその後ですね、まあ、この後だいたいトラブル起こりそうだね。はい、C は A 宅に行きました。当然300万払うわけですね。貸金債権払うよって300万円を払って、ここに書いてある、いろいろ書いてあるけど利息も含めて現金で払おうとしたんだけど、 A は当然貸した覚えはないよという状態になってます。この後ちょっと難しい言葉ですね、受領拒否とか弁済供託とは出るけれども、大きなストーリーは見えたと思います。で今回の問題の所在はどこにあるかというと、 C は A に対し、はい、こう建物の所有権に基づき本件登記の抹消登記手続きを請求することができるか、この本件登記というのは、はい、戻ります、これですね、この登記をなくすことを請求できますかということなんですね。
で、実際これが今バッと分かったらすごい話で、もう正直今回の、この講義というかね、企画というか、これはもう予備試験の難易度を実際に体感する、こういうふうな問題だってことを知ってもらうことが目的なので、解けることが目的ではないです。で、できなかったからといってこれへこむ必要ないですからね。ただだいたい今日やった話とちょっと関連してるな、もしくは今日やっただいたい30分ぐらい話したんだけど、30分ぐらいの話で実際にちょっと食らいつけるなっていうことを体感してもらう、そういう機会であるというふうに思っていただいた方がいいかなと。ただ実際これから説明するけど、実はこれ解けるんですよ。もうみんなで、みんなもう初めてでも解けます。要は C の立場に立ってください、C はどういう状態だったかというと、 C はどういう状態だったかというと、 A から登記が欲しいんです。A から登記が欲しいんです、うん、ただこの登記は譲渡担保ついてるけれども、架空の貸金なわけですね。つまりこの登記は、譲渡担保登記ね、本件登記はどういう登記だったかって考えてみてください。うん、これって架空の登記でしょ。つまりこれって本来の実態とはなくて虚偽の外観があるんじゃない、虚偽の外観があるんじゃないですか。そしてはい、今回この、まあ、A に A、B、C って書いてあるけれども、 A からしてみればこの人基本的にあれでしょ、あの奇跡性大きいよね。わかる。要するにこの事案から見れば、この事案から見れば A ってのは何にも理解しないで、もう特にここでしょ、もう書面持ち帰って検討せずにもう全部の署名しちゃって、その結果この外観作ったんでしょ。つまり虚偽の外観の作出について A の奇跡性ですね。つまり権利を失う人でしょ、この A。 今回この人権利失う可能性あるわけで、まあ、A vs C だからね。で、 A と C の利益考慮の関係だから A の奇跡性見るわけでしょ。要は A がこの登記をこのまま残せるか、 C に要するに、まあ、抹消させられちゃうかという A 対 C の関係なので、まあ、A の奇跡性を見るとこれが本人になるわけですね。実際作出した奇跡性を考えてみればやっぱりあるよね、あるよね。さっきので、これ事実関係はさっき言ったここでしょ。この事実関係を見ればもうあとはこの経緯考えればなんかちょっと悪そうな気がする。でさらにはい、第三者の信頼です。つまり第三者は今回 C だよね、この事実をこのね、この AB 間の架空のこと、これ要するにこんなイメージです、こういうふうな、いわゆる架空な、登記を作られたということに対して C は一応信頼して入ったわけですよね、この外観を。とすればやはりこれも権利外観法理になるんじゃないかということなんです。での解決になる。そうするとまた問題です。94条2項とか110条の問題になります。で、今日の話を聞いていると、これど、まあ、94条2項だったら善意のみで、94条2項110条両方っていう形になれば、善意無過失まで必要となるというのは、今日の、前半で話したところです。で、じゃあ実際94条2項なのか110条なのかを、区別するポイントはどこにあったかというと、本人とその外観が、外形が一致してるか、つまり虚偽の外形を作ることと本人の意思が一致してればそれは通謀虚偽表示と同じで悪いよねと。ただ権限外でね、本人の意思はないけれども勝手に作られちゃってやられちゃったってなると、どちらかというと権限外に近くなってきて本人の奇跡が低くなる。つまり意思と外形の対応があったかどうかというのが今回問題になってきます。つまりこの図ですね、本人の奇跡性のところで虚偽の外観の関与というのが大きいか小さいか、大きい場合はだいたい対応してます、思った通りの外観作ってる。で、低い場合は予想外のものが作られちゃったと。で、その時に保護の必要性が変わるということね。で、今回は A さんに至っては何一つ、こんなことするつもりなかったんですだよね、もう虚偽の外観を作ることについて全く、考えてなかったと思いますよね、これね、あくまでも言われるがままにずっと騙されるかのようにやっていて、で書面持ち帰って何もせずにポン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 反抗しちゃったと。つまりイメージとしては本人の意思としては、外観を虚偽の外観作るっていう意思はないんです。虚偽の外観を作ろうという意思はないけれども、譲渡担保という虚偽の外観を作ってしまったというところが、問題になります。するとこれ実は今日さっき4つやったけれども、これとそっくりなんだよ実は。
平成28年2月23日って書いてあるけど、もう一回ねおさらいするけれども、 A が B に対して、あの要するに勝手に登記済書とか印鑑とかもう何もこの人はあの虚偽の外観作るつもり全くなかったんだけれども、ホイ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 上げちゃったら何も意図しなかったけれども、もう登記やってボーンって言っちゃったと。でこの場合っていうのは本人のやっぱり権利外観法理で守るけれども、さっき言った通り要するにこれでね、本人と外観が一致しないパターンですよね。この場合は本人の奇跡性というのを小さく見て、そして110条も加味し善意無過失まで要求しましょう。この発想と同じなんじゃないかなと。つまり、今回の問題解説の、まあ、ゴールがちょっと近づいてきたところですが、はい、本人の意思は虚偽の意図なしです。意図なしだね。そんなつもりないと、ただ単にポイポイ渡してた。じゃあ今回、じゃあ外観はどんな外観が作られたかっていうと、もう譲渡担保が、譲渡担保登記が作られたと。全く違うでしょ。ということはこれっていうのは94条2項だけではなくて110条も使って保護する必要がある。つまり本人の奇跡性はまあ、相対的に小さい。ということは本人の奇跡性が低かったら第三者を保護するためには善意無過失まで要求するのが裁判例ですね。判例、さっきの18年の、判決なんかでも考えられていたところで、 判例の立場に従えば C には善意無過失がなければ保護されないということになります。では今回の問題はどうかということですね。今回の問題では、ボニョーンと見ると、あれこっちか、見ると C さんは果たして善意無過失だったんでしょうか。はい、いろいろこういうふうに、ね、文章ありましたが、これを見るととんでもないことありましたね。ここです。 C はのとこですね、この低く設定されたところでこんなこと言ってます。 C は A が実際には譲渡担保ではないことは知らなかった。つまり善意ではあったんだね。うん、虚偽の外観だって、これ要するに譲渡担保権者ではないってことは虚偽の外観とは知らなかったけれども過失があったんだね、ということはもう分かりますね。今回のこの事例では、権利外観法理で C が保護されるためには、いわゆる意思と外形が、 A の意思と外形が対応していないと、そこにまず着目をして、それから平成18年の事案とやっぱり近いっていう、そこをちゃんと想像できれば、おそらくは94条2項110条の考え方を使えば第三者を保護するためには善意無過失が必要になる。つまり意思と外形が対応してないから、まあ、からというかね、その意思と外形が対応してないことに着目すると C の善意無過失が必要になるのではないか。であとは事例を見れば明らかに C は過失があったと書いてあるわけだから C は保護されないわけです。とすると答えは C の請求は認められるかでしたね。請求は認められないというのが判例に従った回答になります。で実際予備試験の問題をもう全く法律知識ゼロで一回やってみました。ただ完璧にスラスラ、例えば譲渡担保とか、あとはそのなんだろうね、弁済供託とか難しい言葉たくさんあって、どうしてもその全体像を完璧に理解するまでには至らないと思うけれども、実際この長い事案の中でどういうところに着目して、この事案がどういうふうな、事案に近いのかっていうのを、いわゆる学習のしてきた、今日だったら94条2項110条に引きつけて考えるっていう、それができれば実際に裁判例の基準もあるわけだし、頭の中でさっき言った考え方ね、本人の奇跡性と第三者保護っていうのをどうやってバランスを取るかみたいな考え方を駆使すれば、実際に40分50分の、この講義の中でも、理解することはすごい難しいけれども、理解することは確かに難しいけれども不可能ではない、そういうふうな内容だったかなと、感じてもらえればと思います。ただ、予備試験で、まあ、こういうふうな比較的これは、まあ、難しくはないとは感じてもらえるとすごいありがたいけれども、ただハードルとしては、ただこれを理解するだけでは足りなくて、今言ったことを頭の中できちんと理解したものをまとめて時間内に表現をするということ、つまり論文を書くということは、相手に表現をするということも求められてくるので、実際こういうふうな問題を解くために、実際入門講座であったりとか、学習初期の段階はこういう勉強をするんだということを最初に頭の中に入れておくだけで、
学習の密度変わってきます。ただ覚えるだけとか、なんとなくテキストを見直すだけではなくて、今やってる知識とか今やってるもの、もしくはその判例の事案というのがどういうふうに使われるのかっていうのを最初に1回体感することが1年目の学習で本当に全く変わってくると、いうことをちょっと伝えたかったので、今回、こういうふうな形で、何でしたっけ名前、入門なんちゃらですよね、この法律知識ゼロでも解ける、過去問体験講義ね、あくまでも体験なので、そういうふうな体験をしてもらったということです。具体的な勉強法についてはおそらくいろんな先生ね、最初にも言いましたけれども、例えばこういうふうな勉強法があるとか、あとはこういうふうなところに着目しましょうっていうのは、各先生の方からいろいろと話が出てきてると思うし、あとは私もこれからいろいろなところで喋る機会多くあるの多くあるので、そういうところで実際に聞いていただければと思います。ガイダンス、入門講座のガイダンスなんかはむしろ、そういうふうな話ですね、具体的な勉強法であったりとか、予習復習のやり方、それから、いわゆる時間の使い方といったような、そういうふうな、内容になりますので、ちょっとこれを聞いてちょっと勉強法とかについても興味があるなと思ったら、ぜひ、ガイダンスの方、入門講座のガイダンスの方を、聞いていただければと思っています。それでは、今日はここまでにいたします。お疲れ様でした。